はい、こんにちは、ゼロです。さあ、私もね、まあこのライカ、まあかなり10年以上前の、ね、機種ですけれども、 M のタイプ 240 ね、まあ、使い始めまして、まあこういう風にね、ライカ使い始めると、あのライカのね、ラインナップとかがやっぱり最新がどうなってるのかっていうのもより注目するように、まあ、なっていくわけですよね。まあそうなった時に、まあ今のね、まあ最新の M11 ですよね。まあこれを見てて思うことがちょっと一つあって、まあそれがですね、画素数なんですよね。で、画素数、まあ、6000万画素ですけどね、M11 ね。いや、そこまで別にいらねえんじゃねえかっていうね、気になってくるわけですよね。まあ実際今私がね、買って使ってるのは、M のタイプ240、これ2400万画素なんですよね。で、まあ実際、まあ私の場合はスナップするぐらいしか、まあね、結局使わないので、ポートレートとかするわけでもないし、トリミングもまあ基本しないんで、まあそう考えると別に2400万画素でも全然 OK なんですよね。データの取り回しもいいし。で、なんていうかな、高画素になればなるほど、やっぱ手ブレに関してもシビアになってきますよね。まあそう考えると、まあ2400万画素、まあ3000万画素ぐらいかな、一番多くてもね、まあそれぐらいで、まあ十分かなとは思うんですよね。まあそうなった時に、現状の最新の M11 だと、もう6000万画素のモデルしか今ないんですよね。現行となるモデルとしてはね。で、まあ2400万画素ってなると、M10、まあ、1個前の M10 とか M10P とかになるのかな。M10R になると4500万画素でしたっけ、画素数増えるんですよね。なので、今現状のその2000万画素台の、モデルっていうのは、現行ラインナップとしてはないんですよね。ただ、まあその代わりに、そのトリプルレゾリューション技術っていう、まあ、技術が入っていて、6000万画素、3600万画素、1800万画素っていう、まあ、この3つから選べるようになってると。でしかもその全画素読み出しってところは変わらずに、その画素数を減らして、まあ、データ形成をすることができるっていう、その技術がまあ一応入ってるんですよね。なので、まあ、M11 でもだから3600万画素とか1800万画素で、まあ、取れるは取れるんですけど、ただその何ていうかな、単純に画素数が減るだけなんですよね。他に何かメリットが出てくるってわけでもないんですよね。まあこう見てるとね。で、どうせだったらもうね、その製品の仕様として、例えば3600万画素、まあ3600万画素ってセンサーはないのかもしれないですけど、まあ、あるとしたら、まあ、3300万画素とかね、 7R4 とかについてるやつですよね。もしくはまあ一つ前の2400万画素とかね、まああの辺のものになると思うんですけど、それぐらいの画素数のセンサーにしちゃって、で、ISO 感度の上限を例えば10万とかまで耐えられるみたいなね、なんだろう、100から10万か、64から10万か分かんないですけど、まあ10万ぐらいまで、まあいけるような、なんかそういう製品をね、そのラインナップの一つとして展開してもいいのかなって気がするんですよね。で、例えば、M11 の今モノクローム、まあ、モノクロしか撮れないモデルですけど、これ見ると、まあ画素数は6000万画素ですけど、まあ、ISO としては125から20万までいけるという形になってるんですよね。まあ、これモノクロなんで、まあ、カラーの、ね、他の M11 の機種と比較するのはまあ違ってるとは思うんですけど、モノクロのモデルで6000万画素で20万までいけるんで、まあ、10万ぐらいまで、ね、カラーであれば、ね、現状センサーであれば、まあ、いけるものもあるんじゃなかろうかとは思うんですよね。例えばキヤノンの EOS の R3 なんかは確か10万ぐらいまでいけますよね。ISO ね。なんかそういうなんか、画素数は別に2000万画素台とかでも全然、ね、3000万画素台でも全然いいので、ね、6000万画素もいらないんで、まあ、そこを減らして、その感度の部分で高感度に強いみたいな、そういうモデルっていうのが、ね、製品の M11 なら M11、そのライカの製品群の中に一つあってもいいのかなと思うんですよね。で、確かにその高画素機に関しては、今後のトレンドとして、その高画素機、まあ、高画素の方向に走っていくってのは、これもまず間違いないですよね。各メーカー、
ライカだけじゃなくて、ね、あの普通にニコンとかソニーとかキャノンとかみんなそういう方向性で今開発はあのしていってますよね。で徐々にそっち方向に行ってますよね。ニコンなんかはもうフラッグシップが4500万画素なんで、ね、ソニーなんかも、ね、あのスタンダードの α7-4 でさえ3300万画素なんで α7-5 なんかではさらに画素数上がるんじゃないかみたいな噂も出てますし、まあその感度の部分を犠牲にせずに高画素化っていう、まあ、技術開発がどんどん進んでってるので高画素化していくっていうのはこれは間違いない流れだと思うんですけど、まあその一方でね、現状のその最低必要な感度は例えば2万5千とか5万とかどっかその辺が上限で画素数を増やすっていうなんかそういう開発アプローチではなくって、そう画素数をあえて抑えることでその ISO 感度の部分をまあ引き上げるみたいななんかそういう製品開発の方向性があってもいいのかなって気してね、 それこそ EOS R3 みたいなね、でそれがなんかライカの製品のラインナップの中に一つあってもまあいいのかなって気はするんですよね。てかむしろ出してほしいなって思うんですよね。うん、まあこのね、あのタイプ 240 を使っててやっぱり思うのは画素数的にはもう全然これで OK だなっていうね、感じなんで、あとはそのなんか描写とか、その ISO 感度、高感度に強いとかね、何かそういう、部分、その6000万画素っていうそのハイレゾリューションの方にでのその、なんていうかな、売りっていうだけじゃなくって、その画素数が少ないなら少ないなりの優位性っていうのは必ずあると思うので、でもしくは、例えば既存のセンサー使うことで少しコストを抑え気味にして、例えばマエストロの開発の部分にちょっと絵作りの部分にちょっと開発をのリソースをね割いて特徴的な絵作りにしてみるとかね、何かそういうアプローチがあってもいいのかなって思うんですよね。うん、多分おそらくライカを使ってらっしゃる方ってまあ我々一般人も含めるとね、スナップで使うって方がまあ大半なんじゃないかなって私は勝手に思ってるんですけどね。まあそういう人たちからするとね、あの本格的な風景撮りではないですよね、スナップってね。やっぱり切り取りなんで、そう考えると6000万画素っていうのはまあちょっと多すぎかなっていう気もするんですよね。うん、まあ 7R5、 ソニーの 7R5 使ってて思ったのは別にあれはね、6000万画素あったところでやっぱそれをフォローするだけの、例えば手ブレ補正ついてたりとか、まあ一応ね、その高画素であることのそのデメリットみたいなところね、まあそういったものを、まあ、打ち消すようなものは一応ね、あの手ブレ、特に手ブレ補正だと思うんですけど、まあついてたりするんですけど、じゃあね、7R5 使ってた時に、私の場合はね、そういったトリミングとかしたかって言われると、まあスナップに関しては全くしてないんですよね。単純に、その、なんていうか、データの容量、まあ、使用する量だけが増えたみたいなね。もちろん解像度は上がりますけど、ね、等倍で見て、おーって言って終わりなんですよね。うん、ただそれだけ。うん、別に、なんか切り取って、トリミングして何か使うってこともまずないですし、私の場合はですよ。私の場合はないので、で、ロー現像するわけでもないし、うん、まあそういう人たちからすると、特にこのタイプ240ね、これを使ってるユーザーからしたら、もうね、とにかく、もうマエストロが吐き出してくれる JPEG 画像で終わりっていう形が一番スマートだし楽だし、面白みがあるんですよね。で、そういうものを現行のモデルでまた展開してほしいなって思うんですよね。で、それをやろうと思ったら、やっぱり画素数はそんな6000万画素も必要ないし、ね、別にあったらあったでいいと思いますけど、必要あるかないかって言われたら自分は必要ないとは思ってるんで、まあそういった2000万画素台、2000万画素でなるとちょっと少ないんで、最低2400万、500万画素で、で、なおかつ高感度に強いっていうね。で、その高感度に強いっていうのはやっぱりポイントかと思ってて、やっぱり夜の、例えば街中にスナップに行くとかってなった時は、やっぱり感度に強い、そのね、暗さの部分で、耐性のある、まあ高感度耐性のある、やっぱりカメラの方がね、後々やっぱり楽じゃないですか、ね、それでノイズまみれになられてもちょっとやっぱ困りますんで、ね、JPEG 取って出しってところを考えるとね、わざわざ夜の撮影の時だけ、
まあ、ピュアロトーストってもいいんですけど、ピュアロトースト結局老現像することに、まあ、必然的になるので、それはできるだけね、あまりやりたくないっていうのはまあ個人的なかあの考えなんですけど、まあ、どうしてもっていう場合であれば仕方ないですけどね、まあ、できるだけそのカメラ内老現像で終わらせるという考え方でいくならば、まあ、画素数はできるだけ最低限、それこそ2400万画素からまあ3000万画素ぐらいで、で、高画素じゃないや、高感度、感度側に、まあ、例えば10万とかね、今5万なんで10万とかまでいけるようなカメラがあるとね、それはそれでもこうまた違った選択肢が一つあのできるじゃないですか。単純にその現状の M11 の6000万画素から全画素読み出して3600万画素になりますよっていう、ただそれだけで終わりっていうだけじゃない、一つまたねあの強みを持ったラインナップの製品ができるじゃないですか。まあそれのね、そういう製品を作り出すことがまあなんていうかな、リソース的に難しいから、ね、トリプルレゾリューション技術みたいなものを入れてね、であのなんだろう、製品のラインナップまあこうなんか狭めてるってところもしかしてあるのかもしれないですけど、だったらなんだろう、この M11 とか M11P とかって分けないで、これ私個人的にはその M11 と M11P って分ける必要あるのかなって気するんですけどね。これ別にどっちか一つだけでいいんじゃないのと思うんですけど、てか M11P だけでもいいんじゃないのって気はするんですけどね、こういうのを展開するぐらいならもうまた中の仕様をね、まあ、少し変えて、あの取り回しのいい、あの仕様のものをなんか出してくれると、まあ、選ぶ側もね またそういう選択肢、自分のこの用途に応じて、まあ、選ぶことができるんで、なんかそういうのを展開したらいいんじゃないかなって思うんですけどね。おそらくこうライカ使われてる方の中で、まあ今のね6000万画素、いやここまで別にいらないんだけどなって思ってらっしゃる方は、まあ、結構多いんじゃないかなって思うんですよね。高画素機使ってる人の中でやっぱスナップってなるとやっぱそういう人意外と多いんじゃないかなと思うんですよね。実際のところあんまりまあ必要ないっていうかね、撮っては見るものの、じゃあその画素数そこまで必要かって言われたら、まあ必要になる場面がないというか、別にそこまであってもまあ、あの使うことがないというかね、なんかそういう感じの方が多いんじゃないかなと思うんで、なんかねこうさっき言ったみたいに高画素化っていう流れはもちろんわかるんですけど、あえてねなんかそういうことをやるっていうのもなんかライカらしいのかなちょっと思ってね、なのでなんかそういう展開をしてほしいなってちょっと思ってますね今ね。なんか高画素機しかないってなると、例えば今ねさっき言ったみたいに2400万画素とかのモデルを欲しいなって思った場合、現行機種にはないって話ですからね。例えば M10 とかね M10P とか、やっぱ一つ前のモデルを選ばざるを得ないと、当然新品で売ってるわけでもなく、まあ、そういったものを選ばざるを得ないので、なんかね、まあ、需要があるかないかはちょっとまた別の話になりますけど、私個人的にはなんかそういうモデルがあってもいいのかなってなんか気してますね。はい、まあ、今私ねタイプ240使ってますけど、ね、あのもうこれでとりあえず私のスナップカメラ選ぶのはこれで終わりみたいなね、そういう風になってしまうのもなんかつまらないんで、何かねこの先にあるもの、なんかいつかはみたいなものがさらにこう出てくるとね面白くなるのになってちょっと思ったりしてますね。はい、ってことで、まあ、今回はちょっと M11 ね、の現状のラインナップについて、こうなったらいいのになみたいなところを少し話をしてみました。まあこれもまた賛否両論あるかもしれないですけどね。はい、ってことで今回はこんな感じで終わろうかなと思います。また次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。